どうも、キスケです。今回は久々にベジータベビーを使っていこうと思います。まあこいつの評価は人それぞれだいぶ分かれるとは思うんですけど、僕個人的にはね、結構戦えるんじゃないかなとは思ってます。まあステータスは6凸にしては低いかなとは思います。ただまあ打撃にも射撃にも、まあ、出血がついてるということなんですよね。うん、しかも 100% やからね、これ強いよね。でビッグバンアタック、気力60減らしてくれる。で特殊圧がやっぱ強い。体力 10% 回復して、気力も30回復してくれるんで、だいぶ強いですね。でメインアビリティも強い、被ダメージ 50% アップの能力低下、気力回復速度 100% ダウンの能力低下、泥速1段階ダウンの能力低下与えていくと。うん、今の環境やったらさ、例えば、ケフラとか、まあゴテンクスとか、まあその辺じゃなくても、やっぱ泥速アップをなんかすでに持ってる人みたいないるじゃないですか。まあそういう敵にやっぱ刺さってくれるというか。でキャラチェンで気力を回復するようなキャラクターいっぱいいるじゃないですかね。いるじゃないですかね、日本語おかしくなったけど、まあ、いるじゃないですか。まあ、そういった敵にも刺さってくれるということなんですよね。はい、 Z アビリティはこんな感じ。さあ、そしてバトルメンバーに、まあ、サイヤ人 GT がいると、余ダメージ 30% アップ、泥速1段階アップと。で出血、強出血してるとさらに余ダメージが上がるということですね。だから援護タイプにもかかわらず、こいつ自身でもがっつり殴っていけるキャラクターって感じですよね。でまあ一番僕がやっぱ注目してるのが、控えに戻る際に気力30回復と余ダメージ 30% アップしてくれるっていうのが、まあ、こいつの一番の魅力かなと思います。控えに戻るだけで余ダメージ 30% アップっすよ。むちゃくちゃ強いよね。で気力も 30% 回復してくれるし、 30% じゃない、30回復してくれるし、これは相当強いんじゃないかなと思ってます。まあ、だから久々に使おうということですね。影の盾役者になってもらおうかなと思います。ということで今回使うのは GT パーティーになります。ラディッツで体力上げて、バカ野郎の Z アビリティでこうサイヤ人のバフをしていくみたいな、うん、そういう感じで戦っていこうと。まあ黄色いないんですけど、別にええかなと。もう火力でねじ伏せてやろうかなと思います。まあ、GT パーティーの強さってやっぱベビーを回転させて回復しながら戦っていくっていう感じだとは思うんですけど、このベジータベビーを採用することによって、もう火力で押し付けるみたいな、うん、火力特化型の GT パーティーに変わってくれるんでね、それでやっていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。人造人間パーティーですね。やっていきましょう。まあ初っ端はね、ベジータベビーが安定なんだよな。もう控えに回して火力どんどん上げて、ついでにベビーで回復していくみたいな。でなんならスーパーベビーも控えに戻したら火力上げてくれるんでね、これはもうとんでもないことになりますよ。ほんまに僕もね、ベジータベビーもほぼ使ってなくて、けどまあ今の環境とかやったらね、緑結構強いでしょ、ケフラが出てきたおかげで。まあだからね、ベジータベビーは使えるんじゃないかなということで、対戦よろしくお願いします。出し負けしていくか。射撃入る。さあこっからベジータ4に変えていこうかな。よし、必殺技でいっか。ドン、強いんだよな。あ、ベジータ4マジで強いよな。はい、微妙。うわー、この負けは悔しすぎる。2て2負けか。できればね、同じポイントか、もしくはちょっと下ちょっと上。おい、ここ特殊集まってるやろ。そんなことあるかね。はい、ここのカバチェーン外しは入るんだよな。 OK、 連れていく。
でもこれ紫ライジングで落としたらほぼ勝ちですね。まあライジングでいきます。うん、選択の余地なし。ではカカラットコラボの悟空来なかったね。この告知あった次の日ガシャのメンテナンス入っとったから、まあ、そのついでに、まあ、実装すんのかなと思ったけど、そんなことはなかったと。危な、回避してる？してるか。うーん、あーマジか。お願いしよっかな。そら入らへんけど、入らないですね。あ？なんだ今の。なんだ？なんじゃなんじゃ？おい。待つときもちょっと動いた方がいいと思うな。オッケー、対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。14,000。しかも金ギルド、なかなか歯応えのあるパーティーじゃないですか。ちょっとベビーじゃない。ベジータ、ブルーベジータがすげえ怖いけど、まあ、今回はベジータベビーの動画なんでこれでいきましょう。まあ、こういう相手に勝てれば、まあ、200とかドカッと入ってくるからね、すごく美味しいんですけど、負けてもそんな痛ないしね。だからできればマッチングをね、同じポイントぐらいの人と当ててほしいな。紫出ない。入る。ほら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 。オーケー。まあ、このまま、ベビーで殴っていこう。さてさて。オーケー。入る。まあ、こういう相手にはね、結構即アーツというか、わざわざ回避を呼んでいくっていうやり方をせんでも、まあ、いい感じに。おお、そっちに変えちゃう。そのまま攻撃食らった方が良かったんじゃないの。はい。あ、マジか、入らんねや、俺。通常で止めといてと。はい。まあ、バニシングはあげるわ。バニシングやるわ。はい。射撃。OK。射撃通常で止めといて、でメインで見ていくか。キャラチェンしている、避けていく。 OK。 これでいっか。ドン。威力高すぎひんかマジで。あ、ミスった。ちょっとつい流れでメインアビリティ発動しちゃった。あれ、あーあポイントごちそうさま。マジか。残念ですね、はい、ちょっと火力でおせおせしちゃったかな、しすぎちゃった感があるね。なんでこいつこんな火力高えんだって思われてそうですね、はい、もうその彼はいないんですけどもうその彼を見た者は誰もいないんですけど、はい、まあ、14,000ぐらいやったら切断するより降参した方が回転率高いと思うけどね。まあまあまあ、ポイントはねありがたいんでね、はい、対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。サイヤ人パーティーでしょうかね。やっていきましょう。まあ、1万超えたぐらいの相手とやっぱやりたいですよね。ポイント盛るならね。で、今1万2000ぐらい持ってて、1万2000ぐらいですね。ちょっとね、2日間ぐらい、PVP サボっちゃって、とんでもないぐらい落ちてんちゃうかなと思ったんやけど、まあ、そんなこともなかった。7000円ぐらいでしたね、落ちた時。7000円ぐらい落ちましたね、はい、そんな大した数字じゃないでしょう。ういーす。お、マジか。そのまま殴っていく、そのまま殴っていく、そのまま殴っていく。ほんでそのまま殴っていく。素晴らしい、一貫してますね。 OK、 止めといてメインで見て気力回復を封じてあげて、オーケーオーケー。けど射撃しかないのちょっと怖いな。バーラックおるからさ、
耐えへん。じゃあこっちの火力もりもり侍で殴っていこうか。おい、釣れた。オッケー、じゃあライジングいきまーす。一冊でいく。このベジータベビーからベジータ4に切り返す感じがすげえ強えわ。マジで強いと思うよ今の環境で。スーパーベビーのおかげで、まあ、やっぱ回復しながらちまちま戦えるので、耐久面も特に申し分ないと。相当ねいい感じに回れてると思うよ。 OK、 耐久カウントしっかり稼いで、えい、イエスイエスアイドゥ。これちょっと、あ、マジか、ラッキー。よし、キャラチェン全然せえへんな。なんなんやろなんなんやろ。火力見てください、体力バーの上、火力ボリボリでしょ。で必殺圧、リクルマーク出てる、やっは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 、減りすぎ。 OK 入る、よし。いやマジで強いほんまに強い。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。サイヤ人パーティーですね。こういう相手とやる方がどっちかというと僕は緊張しますね。ポイントの差見ていただいたら分かる通り2倍以上空いてるじゃないですか。こういう相手と当てないでほしい。ポイント高い方のメリットがゼロなので怖いですよね。こういう相手でラグ使いとかと当たった暁にはもう発狂もんでしょう。携帯ぶん投げるよ。2倍以上差開くのはね、ほんまやめてほしい。せめてバトルランク50同士で当ててほしい。よろしくお願いします。やっていこう。お、ほい、オッケー、いいよ。このベジータベビーも火力低くないんですよね、マジで。ここで、オッケー。これで出血入れといて。いやー、いい火力だ。いい火力だ。じゃあ、必殺圧いきましょう。バーン。リベンジデスボー。ミスター、通常で止めとくか。おいっす。必殺圧。お。絶えず攻撃してくんな。攻めの構えか。痛い。射撃、もう攻めよう。で、これを、ベジータ4に変えて、火力ゴリゴリで押していって、これね、究極圧撃ちます。瞬間移動も使ってもらおう。邪魔くさいし。はい。OK。いや、もうアーツカードむちゃくちゃ打つやん。ちょっと休憩させてくれや。ん？大丈夫か？はい。分けてくれ。さすがに死なんでしょ？死ぬんかーい。そう。それはまずいんじゃないの？やばいな、マジで。いや、これちょっと。おい、ラグいぞ。いや、一体落とされたらマジできつい。やべえ。ギエー。いや、どうしよう。マジで負けあんねんけど。相手ライジング残ってるから、まずいんですけど。いやー、それうまくね。まずい。これはちょっと、やばいっすね。2倍ぐらいポイント相取ったからね。どんぐらい変のこれ、負けたら。マジでやばい。ただ瞬間移動は使わせてる。OK。射撃でも即。よし。入る。いや、マジ頼むわ。
オッケー、一体落とした。頼むぞ。射撃。よいしょー。美味しい。はい、もう一丁。え、バカ野郎捨てていく。まあでも、そうか。有属性やもんな。ちょっと必殺技。違う、ライジング合わすわ。オッケー。相手覚醒ランク6だったでしょ。じゃあまあ、不死身はついてると思うんだよな。4か、それとも。ちょっと覚えてない。よし。さあ、どっち？あ、川はない。勝てた、よかった。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はベジータベビー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか？思ったより火力出るでしょう。まあだから、ベジータベビーから、ベジータ4に切り替えてあげるタイミングっていうのがもうものすごい火力出るんで、まあ火力で押し切りたいっていう人は、ほんまにおすすめのパーティーになってると思います。はい。まあ、ベジータベビー持ってる人多いんじゃないですか。やっぱイーシンロンと一緒に出たよね、こいつ。イーシンロンが欲しいっていう人の副産物で、ベジータベビーが結構持ってるよっていう人多いと思うん で、全然こいつも使っていけるんでね、試しに使ってみてください。よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではよき、ドラゴンボールライフを。Bye-bye. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you.